同行しても構わないか。ミーシャ。トイチをもう一度、同行しても構わないか。あらあら、ミーシャちゃんたら、私の話し相手になってくれるのかしら。いいわ、一緒に行きましょう。なんだってまだミーシャがいんで、母さんと。ん？嫁だぞトーマ。彼女はお前が初めてだったのさ。これはもうお嫁になるしかないと。今から嫁姑の確執を防ぐべく。何わけわかんないこと言ってんだよ。昨日はなかなかいいムードだったじゃないか。って覗いてやがったのかこの変態親父。つか見てたんならわかってんだろ。冗談だよ冗談。しかし今時珍しいくらい奥ゆかしい子だ。何しろお前の手に触れようともしないんだから。手？俺の右手。エンゼルフォールは未完成。完成したら世界に神話規模の厄災が起きる。ミーシャがそんなことを。なあ、エンゼルフォールってのの実態はよく分かってないんだよな。はい。英国図書館の記録にも記載されていない未知の現象ぜよ。そんなもんが未完成だってなんで分かるんだ。完成したら厄災が起きるってどうしてミーシャに言い切れるんだ。ミーシャはなぜ俺の右手に触れなかった。単に恥ずかしいからか、それとも自らが発動させ。現在も進行中のエンゼルフォールを打ち消されたくなかった。神谷、家に案内しろ。おい。ん？家の地図？引っ越したんだろ、新しい家の地図を書いてくれ。急にどうしたんだ。母さんなら別に追わなくたって。読めたぞトーマ。読まんでいい。さては母さんにミーシャちゃんを奪われるの。そういう拾いづれ飛躍はいいから早く。わかったわかった。